おはようございます。関西商工会議所女性連合会のご依頼で和歌山県新宮市で講演をさせてもらいました。北鎌倉駅を始発電車で出かけて新幹線に乗り、名古屋で乗り換えて南紀1号という列車に乗って新宮市まで行きました。この頃は飛行機を使うことも多かったのですが、今回久しぶりに在来線で帰省をさせてもらいました。鉄道の旅というのはまた趣があって実にいいものであります。名古屋までの新幹線はいつも利用していますので、特別の感慨もなく慌ただしい都会の趣でございます。ところが名古屋から関西線に乗り換えると一変に景色が変わります。時間の流れが変わります。この変化が何とも言えないものです。ゆったりとした時間が流れるのであります。もちろんのこと特急なのですが、新幹線の速さに比べると実にゆったりしていると感じるのであります。それだけに窓から眺める景色もじっくり味わうことができます。新幹線の窓からも景色を見ることはできますが、谷川俊太郎さんがこんなに急いでいいのだろうか、田植えする人々の上を時速200キロで通り過ぎ、私には彼らの手が見えない、心を思いやる暇とまがない、と歌ったように早すぎるのです。それに比べると車窓からは景色も人もよく見えるのであります。それだけに名古屋から3時間半かかります。この時間がかかるからこそ、熊野川にかかる鉄橋を渡るとふるさとに帰ったという実感があるものです。今回はまず早玉大社に正式参拝をさせてもらいました。春の沖縄に出かけた時から早玉大社の宮司様とご縁をいただいていましたので、お願いして正式に参拝をさせてもらったのでした。いつもは外からお賽銭をあげてお参りするだけですが、今回は中に入れていただいて祝詞をあげてもらい、さらには神楽も奉納していただきました。宮司様もいらっしゃって控え室で楽しく会話させてもらいました。また権宮司であるご子息にもご挨拶させてもらうことができました。宮司様から伺った話で驚いたのは、あと5年で早玉大社は今の場所にできて1900年になるのだそうです。そんな歴史が神社には残っているというのです。もともと神倉山に降臨された神様が早玉大社に見えたのです。そこで新宮というのです。新しい宮といっても1900年の歴史があるのです。参拝を終えた後、短角ホールで講演をさせてもらいました。この度は関西商工会議所ということで、京都や大阪、兵庫からも大勢のご婦人がお集まりくださっていました。控え室にはいろんな方が挨拶に来てくれていました。この頃はありがたいことに、月刊父を読んでいるとか、毎日 YouTube を楽しみに聞いているとか、いろんなところでご縁の広がりを感じています。講演は60分。二度とない人生だから今日一日笑顔でいようという題で話をしました。話の初めに種田山頭火の雨降るふるさとは裸足で歩くという句を紹介しようと思っていました。梅雨の時期でもあり天気予報では雨だったのでした。ところがどういうわけかその日だけは実に良い天気に恵まれたのでした。ありがたいことでした。講演した短角ホールというのは、もともと私が通っていた小学校の跡地に建てられたものです。一昨年にはこの短角ホールで記念講演をさせてもらっています。懐かしい感じがするものです。
また母校のあったところで話ができるというのも感慨深いものです。商工会議所の会だからといって私に経済の話や商売の話ができるわけではありません。仏教の勉強しかしてきませんでしたので、仏教の話をするだけなのです。はじめに松井徹さんの一粒でもまくまい微笑めなくなる種は、どんなに小さくても大事に育てよう微笑みの芽は、この二つさえ絶え間なく実行していくならば、人間が生まれながらに持っているいつでもどこでも何者にも微笑む心が輝き出す。人生で一番大切なことのすべてがこの言葉の中に含まれているという言葉を紹介しました。いつでもどこでも何者にも微笑む、今日一日笑顔でいようと言っても、今のご時世なかなか笑顔でいられないのも実情です。いろんな物騒な事件もありますし、地震も心配です。値上げも大変です。私たちが笑顔になれないものには憎しみがありますと話をしました。そこでお釈迦様の言葉を紹介しました。法華経の第3番、彼は我を罵った、彼は我を害した、彼は我に打ち勝った、彼は我から強奪したという思いを抱く人には、恨みはついに止むことがない。同じく第4番、彼は我を罵った、彼は我を害した、彼は我に打ち勝った、彼は我から強奪したという思いを抱かない人にはついに恨みが止む。同じく第5番、実にこの世においては、恨みに報ゆるに、恨みを持ってしたならばついに恨みの止むことがない。恨みを捨ててこそ止む、これは永遠の真理である。そこから早玉大社のご縁でこの春に沖縄に行った話につなげて恩親平等の話をしました。円覚寺開創の根本精神であります。あとは正論のジャヤ・ワルダナ氏の話にもつなげて、恨みを乗り越えるのは慈愛であると話を広げていきました。明日どうなるかわからないけれど、今日一日は笑顔でいよう。辛いことは多いけれど、今日一日は明るい心でいよう。嫌なこともあるけれど、今日一日は優しい言葉をかけてゆこう。明るい顔が周りを明るくし、暗い顔が周りを暗くする。いつも微笑みを失わない。そんな明るい顔を持ち続けたい。という言葉を紹介して、先行き不安な時ですけれども、そういう時だからこそ笑顔で行きましょうと話をしたのでした。その後お世話になった正会員の後藤牧寿和尚様のお墓参りをさせてもらったのでした。ありがたいふるさと公園でした。それでは姿勢と呼吸と整えて参りましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチをどうすーっと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、
胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくことを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちで、その後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。